こんにちは、久木です。本日は現役ドラフトについてお話ししたいなと思います。2022年から導入された新制度現役ドラフト、選手会から強い要望のもと交渉の結果始まったこの制度、細川選手が24本と大ブレイク、さらに大竹選手も12勝で優勝、日本一に貢献と素晴らしい活躍を見せた選手がいた一方で、12人中6人が育成打診含めて戦力外、もちろん出場機会を少しでも増やせればある程度成功となる中で、大成功となった選手がいるのは素晴らしいですし、移籍がなければ元チームで戦力外となっていた可能性もあるので、1年伸びている部分もあるでしょう。ただいろいろと課題も見えたこの制度、そして今年も間もなく開催されます。改めてルールを整理するとこんなところ。開催内容は非公開、結果のみが発表されること、そして全球団最低1人は指名が必要になること、そして流れとしては全球団が獲得希望選手1名を事前に指名、その中で各球団からの得票が最も多い球団、ここで球団 A とする、そのチームが最初に指名を行い、 A に指名された選手が所属する球団 B が次の指名を行い、これを繰り返していきます。すでに指名した球団が再び指名された場合は、指名されていない球団の中で最初の指名獲得数が最も多かったチームから指名できる制度になります。対象選手は年俸5000万円以上の選手、そして今年は1名のみ5000万から1億円未満の選手を対象可能にすることができます。さらに5000万円から1億円以下選手リストアップの場合、3名以上リストアップが必要になるという制度も言われております。そして除外対象としては外国人選手、そして複数年契約選手、さらに過去に FA 権を行使、FA 権がある選手、そして育成選手、シーズン終了後に移籍獲得した選手、シーズン終了後に支配下契約された選手、この選手たちが対象外となります。その中で今回は自分が考える12球団の候補を投手野手1人ずつ紹介していきたいと思います。ただ当然投手野手1人ずつ12球団紹介すると24人分必要になってきますので、そうなると1人当たりに対して本当に薄い情報になってしまうので、今回は投手1人ずつと野手1人ずつ別々の動画でお話ししていきたいと思います。ただ球団によっては少しそこにばらつきが出るかもしれませんが、ご了承いただければと思います。まずは日本ハム長留選手、指名漏れを経験しましたが社会人経由でドラフト指名を受けた選手、ただ1年目から1軍で登板とはならず、キャリア最多の登板数は2023年の5試合のみ、2軍ではまずまず登板があり、21年には90イニングとチームトップのイニング、さらに22年には1軍で先発で155キロ、先発としても登板したことがありました。今季は登板数こそ多くはありませんが、1軍で好投もあった一方で離脱もあり、2軍でも登板数を増やせていたわけではありませんでした。今季は長期的に戦力となることができず、立場も苦しかったですが、ポテンシャル的には大きな期待があります。もちろんライクは上沢選手が移籍となることで苦しい部分もあり、彼にもチャンスはありそうですが、素材投手も増えていて中堅の彼が候補になる可能性があります。そして西武浜谷選手、左腕不足のチーム事情もあり、1年目からの活躍が期待されていました。ただ当初は救援起用だった一方で、シーズン途中には先発など流動的な起用、12試合で 50.2回、3勝3敗、防御率 4.07 と貢献もありました。ただ2年目は8試合で 36.2回、1勝6敗、防御率 6.63 と勝利を挙げることができましたが、厳しい内容、それでも左腕1番手でしたが、少しずつ先発が揃ってきたこと、さらに彼もチャンスをもらいながら1軍とはなりませんでした。22年も手術もあった中で多く2軍でイニングを投げてきましたが、1軍をつかむことができず、今季フォーム変更と期待もありながら離脱、好不調の波もあり10失点という登板など、2軍ではイニングを投げてきましたが1軍の先発に入ることができていません。まあ、当然候補とするのであれば宮川選手らも可能性はありますが、まあ、宮川選手はチーム2軍最多イニング、さらに最優秀防御率のタイトル、今まで救援でも経験があり、先発転向で2軍である程度結果を残すことができました。少し1軍の立場としては安泰ではありませんし、投手の大量追加ということで可能性は十分ありえますが、まあ、現時点で1軍の谷間で用意しておくという可能性も高いのかなと思っております。そして湯気選手、以前もお話ししたので手短に、即戦力左腕として期待もあった中で1年目に完封など8試合で 43.1回、3勝3敗、防御率 3.74 と先発としてアピールすることができました。2年目には本拠地開幕で登板などローテーション定着を期待され、好投もありましたが中4日や打球直撃等もあり調子を崩してしまった部分が目立ち、10試合で 50.1回、3勝2敗、防御率 5.01 と苦しんでしまい、3年目以降は先発として以外の起用にもなっていました。
救援先発とやや流動的な起用で、今季は当初救援でアピールできた部分がありました。ただかなり投手は増えてきていて、投手が足りないチームは欲しいところもあるんじゃないかなと思います。楽天はもう一人投手で考えています。現段階で野手は考えづらく、捕手でも炭谷選手移籍で支配下が5人、石原選手や田中選手は人数的に考えづらく、かなり2軍の帝王的な選手をリリースしてきたことで考えられるのが田中和樹選手あたりになりますが、外野サブはまだまだ欲しいですし、選手会長になっていることで現段階では考えていません。で、投手2人目を考えるならば内間選手。1年目に練習試合で155キロを計測するなど高い期待もあり、ツーシーム等も見せてきました。1軍では11試合で 10.2回、防御率 5.91、 16三振と三振を奪うことはできましたが、苦しい内容もあり、2軍でも26試合で 4.63、 21三振、18四死球と苦しんできました。2年目も2軍では 5.40、 1軍登板は1試合にとどまり、今季登板0。今季先発転向等で変化を期待され、まずまず好投もありましたが、一軍登板はなく、楽天は来季抑えに則本選手が指名、かなりポジション的に動く可能性があり、投手の若返りも急務なチーム。その中でもちろん来季もチャンスはあると思いますが、課題も見えている中で、ポテンシャル的に彼が現役ドラフトとなる可能性もゼロではないかなと思います。そしてソフトバンク杉山選手。1年目から大型右腕として期待されていた即戦力投手、160キロにも迫るスピードとスタミナが武器でしたが、1年目は怪我もあり2試合のみ。それでも2試合目は11試合で 16.2回、防御率 2.16、 22三振とビハインド中心に好投。大きな期待を集めると、3年目には1軍で先発として期待。ただ15試合で2勝2敗、防御率 3.20、 29三振、33四死球と制球課題に苦しみました。160キロも計測し、期待を受けながら22年も10試合で 42.1回、防御率 6.80。 2軍では試合を作ったり、スピード感を見せられている部分もあり、決め球もありますが、1軍で結果とはいかず、今季は手術もあり、2軍でも苦しんだ投球が目立ちました。当然ポテンシャル的にはトップクラスで、先発不足のチームでチャンスはありましたが、まあ、現状だとなかなか苦しいのかなというふうにも思っております。そしてロッテ、目玉的な可能性があるのは佐々木千早選手。田中聖輝選手、柳選手を外した5球団から指名され、外れ1位ながら5球団競合という珍しいケースでした。ただ1年目は15試合で 85.1回、4勝7敗、防御率 4.22 と即戦力鍛えながら苦しんだシーズンでした。その後2年目以降は不振と手術、苦しんだシーズンが続いていて、18年は登板0、1軍のチャンスを伺いながら定着できなかった部分がありましたが、29年は先発として登板し、7試合で32回、防御率 2.53、 22三振と好投、怪我からの復活を期待されました。しかし20年は再び怪我等で苦しんだり、離脱があった中で1軍登板も5試合で 8.31、 立場も苦しんでいました。ただ2021年は54試合で57回、8勝1敗、34ホールドポイント、防御率 1.26 とセットアッパーとして貢献、多く勝利をもたらしてきて、印象的な敗戦もありましたが、チームの上位進出に大きく貢献してみせました。ただ翌年は体調不良、良くなってきた時にコンディション不良、大乱調もあり、23試合で 6.39 とまさかの内容でした。今季は2軍で先発としても多く登板しましたが、1軍では2試合のみ。ロッテとしてはある程度三振が取れる投手が多く起用されていた時期があり、彼はやや今後起用が悩ましくなるかもしれません。その中で候補に入ってくるとなると、実績的にはかなり目立つかなとも思います。そしてオリックス漆原選手、彼も以前の動画でお話ししてきたので短めに。1年目から2軍で多く登板し、セーブ王、三振を奪う力も期待され、2年目には先発転向もありましたが、支配下契約の中で1軍プロ初登板がセーブシチュエーションでした。22試合で 23.2回、 3.42、 5ホールドポイント、2セーブ、30三振とイニングを大きく上回る三振と好投もありました。そして21年には上位争いの中でやや後ろの投手が不安、平野選手の代役守護神的なところもあり、34試合で 35.2回、2勝2敗、2セーブ、6ホールドポイント、防御率 3.03、 23三振と好投もありましたが、最終盤には抹消、優勝に貢献はできましたが、ポストシーズンで登板することはできませんでした。そして22年には2軍でも制球でかなり厳しく、1軍で登板する段階にはありませんでしたが、今季は早い段階で1軍、好投もありましたが、やや不運な登板や複数失点もあり、16試合に投げながら苦しいシーズンでした。優勝が決まった中でアピールチャンスはありましたが、アピールしきれず、成績以上に立場は苦しいかなとも思っています。そして中日森博人選手、大学時代に最速155キロとスピード感を見せ、大きな期待で2位指名。1年目からの活躍を期待され、2020年の豊作ドラフトの中で早い段階で指名されました。
1年目は2軍中心で多く三振を取った一方、1軍では10試合のみ、それでもある程度ビハインドで好投を見せ、2年目には開幕1軍入り。武器のカットボールを生かして早い段階でプロ初勝利。苦しんだ時期もありましたが、後半戦はビハインド中心に好投し、30試合で 30.1 回、1勝、防御率 2.67、 ドラフト時に言われていた155キロとは遠かったり、左に対しての課題や決め球、制球的な不安はあったものの、1軍である程度できる期待がありました。ただ今季は2軍でかなり厳しい内容、1軍では救援投手の登板方や2軍投手の不振があった中で彼は光ることができませんでした。まあ、正直現役ドラフトで中日が今年投手を出すというのは思いづらいところで、まあ、投手の数でそこまで余裕がなく、野手をかなり増やしたので基本的には野手2人な気もしていますが、まあ、投手である程度早い順位の指名を狙うのであれば彼の可能性はあるかなと思います。2023年中日ドラゴンズは現役ドラフトで大きな恩恵を受けたチームでもありますので、まあ、ある程度早い段階での指名順位を狙うという可能性もゼロではないかなと思います。そしてヤクルト柴田選手、大学時代に怪我もあり公式戦登板はありませんでしたが、社会人時代には156キロを計測し、スプリットも武器で期待され、3位指名で即戦力的な活躍を期待されていました。ただ1年目の1軍では1試合登板のみ、スピード感もなかなか見せることができず、2軍でも29試合で 4.70、 24三振、22四死球と厳しい内容でした。そして今季は開幕前こそアピールはあったものの、1軍で登板することができず、2軍でも苦しい内容、スピードはなかなか戻ってこず、ヤクルトの投手課題で1軍のチャンスをつかむことができませんでした。当然ヤクルトの投手課題的に投手獲得というのは考えづらいかもしれませんが、今季は離脱が続出し、本当に戸田軍の野手もギリギリ、その中で少しずつチーム全体が若返っている中で中堅の選手も多くリリースしてきました。なので一概に投手はないとは言いづらく、投手で出すなら彼になってくるかなと思います。そして巨人高橋優貴選手、巨人で可能性があるのは彼かなと思っています。制球が課題ながら独特な軌道の変化球で三振を期待され、1年目から18試合で93回5勝7敗防御率 3.19 と優勝に貢献。制球的な不安でなかなかイニングを投げられない課題も見えながら、即戦力先発として貢献もありました。翌年は怪我もあり長期的に登板ができませんでしたが、21年は27試合で 140.2 回、11勝9敗、防御率 3.39 と2桁勝利。前半戦はしっかり先発ローテーションの柱になることができていましたが、後半は中4日等で失速もあり、厳しい内容が目立ってしまって、76三振65四死球と制球で不安がありました。22年は1軍で1勝5敗、防御率 5.40 とかなり厳しい内容で、ローテーションどころか1軍で投げることができず、終盤には手術、そして育成となりました。23年は支配下に戻り、1軍で投げることもできましたが、先発登板でアピールすることができず、投手課題の中で1軍戦力になりきることができませんでした。2軍ではある程度投げられるのは分かっていますし、実績もあります。ただ少しずつ先発候補が出てきているチームの中で、彼はやや起用が悩ましく、今彼を出すとかなり早い段階の指名の可能性もあるかなと思います。そして DeNA 三浦選手、即戦力投手として期待を受け、開幕1軍プロ初登板も早い段階ではありましたが厳しい内容、2軍では28試合で 49.1 回、1勝5敗も 3.47、 51三振と三振を奪えていましたが、スピードではなかなか勝負できず、1軍では6試合のみ。それでも今季期待はありましたが、中盤以降は大量失点等もあり、多くは投げてきましたがかなり厳しい内容で、1軍はおろか2軍でも結果を残すことができませんでした。今季少しずつ2軍を卒業し始めてきたり、ポテンシャルを見せられた投手がいる一方で、来季今永選手、パウは石田選手の穴を埋めないといけません。当然京山選手らを現役ドラフトに出せば早い段階の指名を可能性はありますが、1軍2軍含めても本当に多くのイニングを埋めないといけない来季の DeNA、 京山選手は出しづらく、三浦選手も出しづらい状況ではありますが、可能性はゼロではないかなと思います。そして広島中村優太選手、高卒投手で期待があり、2017年には1軍でプロ初先発初勝利、15試合で 74.2 回、5勝4敗防御率 3.74 と好投を見せ、優勝に貢献した部分もありました。前田健太選手2世の期待をされていた投手が頭角を表していった部分がありましたが、翌年は打球直撃等で出遅れもありました。ただそれでも9回途中に失点、完投をあとアウト2つで逃したこともあって、涙を流すシーンもあったのが印象的です。しかしその後は苦しい投球が目立ち、9試合で 44.2 回、防御率 6.04、 2年目以降は10試合以上の登板シーズンがなく、19年は2試合、20年は8試合、21年は3試合、22年は登板がありませんでした。2軍では安定的にイニングを投げてきて、20年、21年、22年はチームイニングトップです。ただ22年は2軍でも防御率 4.68 と苦しい内容、球場も投手有利の環境ではありますが、13被弾と厳しい内容でした。その中で今季は2軍ではさすがで、1軍で登板もありましたが、先発谷間投手が増えてきたこと、さらに近年即戦力的な投手も多く指名していることで、彼もなかなかチャンスをつかむことができていません。そして馬場選手、
阪神は近年強力投手が目立ち、今季の優勝もこの武器が非常に大きかったです。その中で若手も多く指名しており、ファームも若手が多いです。もちろん今季は主力で離脱、低調選手がいた中でファームからの供給、ブレイク選手、中堅の躍動というところが大きかったですが、その影響でややファームの投手の数、中堅投手の人数的なところでは苦しんだ部分もありました。その中でドラフトで投手中心に多くの選手を指名、もちろん馬場選手も清宮選手、安田選手を外した中での外れ外れ1位ではありましたが、強豪で獲得された選手、ただ基本的には2軍で1年目は2試合、2年目も2試合にとどまってしまいました。最速155キロのストレートに7色の変化球という期待がありましたが、当初は苦しんでいました。2軍ではある程度結果ながら1軍では苦しんでいましたが、20年は32試合で 30.1 回、2勝1敗11ホールドポイント、防御率 2.08、 27三振とリリーフで1軍の戦力、便利起用で接戦でも好投を見せてきました。21年は44試合で 47.1 回、3勝13ホールドポイント、防御率 3.80、 39三振。阪神はリリーフで勝ちパターン定着とはなりませんでしたが、戦力にはなっていました。ただ22年当初は勝ちパターンが離脱だったり計算できなかったチームの中で彼も出遅れがあり、1軍では7試合のみ、今季は19試合で便利的ロング的に貢献してきた部分がありましたが、強力投手を多く揃えるチームで中堅になってきて登板機会も限られてきてはいます。まだ年齢的にも中堅ですし、離脱も多くはなく、一軍即戦力的な存在にもなれますし、十分勝ちパターンも狙えるような存在ではあります。仮に彼がこのリストに入ると一番人気になるかもしれません。全体としてはこんなところ。本当は投手野手まとめてお話ししたかったですが、尺的にかなり長くなってしまう関係で投手野手分けてお話ししました。勘違いされがちですが、現役ドラフトは選手が強制的に出される制度ではなく、選手会が望んで掴み取った権利になります。なかなか固定的に掴みかけている選手が出されることはないですが、ある程度チームの編成的に余裕があるポジション、なかなか来季も出場機会がないという選手、そしてポテンシャルを見せながら1軍の壁を突き破れていないという選手がこういうリストに上がることが多いと考えられています。その中で各球団、ネクスト大竹選手、細川選手のように環境が変わって覚醒をするというような選手を出してでも新たな選手をつかみ取りたいと思うか、大竹選手、細川選手のような存在を出してはならないかと思うかどうかで、出る選手が一気に変わってくるかもしれないんですよね。もちろん先発の柱というのは難しいと思いますが、一気に出場機会を増やせる選手、大竹選手のような存在も十分考えられますので、今年誰が出るのかというのは大きな注目です。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。